当に大好き。もう体調は万全よ。たっぷり寝たから安心して。いいんだけど、ハヤト君もすごく心配してたんだよ。トくんがあんなに焦ってるところ初めて見たもん。そんなに？うん。110番だ、110番に電話しろ。大慌てで。何それ、警察に電話してどうするの？よね。そっか、でも、まあ、悪い気はしないわね。ジオはハヤト君にちゃんとお礼言っとこうかしら。心配かけちゃったみたい。店長くん東大生なんだ。休学中ですけどね。でもすごいよ。っていうかかっこいい。連絡先教えてよ。今度ね。いやー、はーい、すいません、すぐご注文に伺いますのでお席でお待ちください。店長はもう大丈夫か？あんまり無理は。つく話しかけんじゃないわよ、テンパ。どうしたのかな、はやっち。リホの体調心配したら。ロト、秋の空だね。まだ真夏だがな。